アドルフ・サイモン・オックスはアメリカ合衆国の新聞発行人であり、ニューヨーク・タイムズがなどのオーナーである。オックスはオハイオ州新シシティのドイツ系ユダヤ人の家庭に生まれた。両親ともにドイツからの移民だった。父のユリウスはバイエルンの出身で1846年に渡米した。ユリウスは高度な教育を受け、6つの言語に堪能であり。 南部各地の学校で教師をしていた。南北戦争中は北軍を支持していた。母のベルタは、プファルツ地方の出身で、1848年革命の際に難民として渡米した。1853年にユリウスと結婚するまでは、アメリカ南部に住んでおり、南北戦争では南部に同情的だった。しかし、考え方の違いはあっても二人が離婚することは、なかった。 南北戦争終結後、一家はテネシー州ノックスビルに引っ越した。ノックスビルでアドルフは公立学校に通い、空いた時間には新聞配達をした。11歳の時、ノックスビルクロニクル紙の編集者、ウィリアム・ルールの下で雑用係として働いた。1871年にはロードアイランド州プロビデンスで食料品店の店員をしながら夜間学校に通った。 その後、ノックスビルに戻り、しばらくの間薬屋の見習いをしていた。1872年、ノックスビルクロニクルが見に戻って、印刷見習い校となり、編集部での様々な雑用を行った。父親は、ノックスビルの小さなユダヤ人コミュニティの宗教指導者であり、その収入を補うために、オックスの兄弟たちも同じ新聞社で働いていた。 ノックスビルクロニクル紙は、ノックスビルで唯一の共和党支持、リコンストラクション支持の新聞だったが、オックスは、南軍の積極的な支持者であった詩人のエイブラム、ジョセフライアン神父を同社の顧客にしていた。オックスは19歳の時、家族から借りた250ドルで、チャタヌーガタイムズの支配権を買収し、その発行人になった。翌年、オックスは、 トレーズマンというビジネス誌を創刊した。また、南部アソシエーテッドプレスの共同創設者の一人となり、その社長を務めた。1896年、38歳の時、ニューヨークタイムズの記者ヘンリー・アロウェイから財務上の損失とニューヨーク市内の競合他社の多さから同志を格安で買収することができると助言を受けた。オックスは7万5000ドルで、 ニューヨークタイムズが身を買収した。ニューヨークタイムズカンパニーを設立して、その過半数の株式を保有し、強固な財務基盤を築いた。タイム1924年9月1日号の表紙1976年のアメリカ郵勢公社の切手1904年、オックスはカーバン、アンダを編集士官として雇った。当時の新聞が公然と動派性の高い記事を掲載していた中で、 ニューヨークタイムズは、客観的なジャーナリズムを重視する姿勢を示し、また、価格を3セントから1セントに下げたことで、ほぼ忘れ去られていた新聞から脱却した。ニューヨークタイムズの読者数は、買収時の9000人から1920年代には78万人にまで、増加した。ニューヨークタイムズが一面に掲げているモットーである、オール・ザ・ニュース・ザ・ツ・フィット・ツー・プリントを考案したのも、 オックスである。1904年、オックスはニューヨークタイムズの本社をマンハッタンのロングエーカースクエアに新しく建設されたビルに移転した。同年、この広場の名称はタイムズスクエアに変更された。同年の年越しの時に、オックスはビルをライトアップするために花火を打ち上げさせ、毎年の恒例となった。1921年8月18日。 組織改編から25年を迎えたニューヨークタイムズのスタッフは1885名だった。独立した民主統計の出版物として分類されていたが、ウィリアム・ジェニングス・ブライアンの大統領選挙運動には一貫して反対していた。ニュースの公平性、編集の節度、充実した海外報道などにより、アメリカのジャーナリズムの中で高い地位を確保し、全米で広く読まれ、 影響力を持つようになった。1901年、オックスはフィラデルフィアのタイムズ紙の経営者兼編集者となり、後に同州のパブリックレジャー紙と合併した。1912年にサイラス HK ガーティスに売却した。ボルフガングリッシュによると、広告に費やされたお金の50%以上が浪費されており、印刷のインクの無駄遣いであると私は断言する。 というオックスの最も有名な言葉は1916年になされたものである。これはジョンワナメーカーのものとされるマーケティングに関する言葉である。広告費の半分が金の無駄遣いに終わっていることはわかっているが、どっちの半分が無駄なのかがわからないに由来するものと見られている。1928年、オックスは両親を忍んで、 ジャタルーガにシナゴーグミズパコングレゲーションを建立した。ジョージアン様式の建物で1979年にテネシー歴史保存地区に指定された。オックスは反ユダヤ主義に反対する活動に従事していた。オックスは初期の名誉毀損防止同盟で活動し、その執行委員を務めた。また、ニューヨークタイムズの発行人としての影響力を 利用して、ユダヤ人を不当に風刺しないよう、全米の新聞社を説得した。オックスは、1935年4月8日、チャタヌーガを訪問中に死去した。遺体は、ニューヨーク州ウェストチェスター郡ヘイスティングソン・ハドソンのテンプルイスラエル墓地に埋葬されている。オックスと娘のイフィゲネ。1902年頃1884年、オックスは、 シンシナティのラビであるアイザック・メアー・ワイズの娘のエフィ・ワイズと結婚した。アイザック・メアー・ワイズはアメリカのユダヤ教会各派の第一人者であり、ヘブライ・ユニオン・カレッジの創設者でもある。オックスの子供は娘のイフィゲネ一人だけだった。イフィゲネはアーサー・ヘイズ・サルツバーガーと結婚し、アドルフの死後はアーサーがニューヨーク・タイムズの発行人となった。アーサーは 長子のマリアンと結婚したオービルドライフースに1961年に発行人の職を譲ったが、1963年にオービルが死去したため、長男のアーサー・オックス・パンチ・サルツバーガーをその後継とした。次女のルースは、チャタヌーガ・タイムズが身の発行人になった。ルースの息子のアーサー・ゴールデンは、小説、サユリの著者である。パンチ・サルツバーガーは、 1992年に息子のアーサー・オックス・サルツバーガー・ジュニアにニューヨーク・タイムズ発行人の職を譲った。アーサー・ジュニアは2017年に息子のエイジー・サルツバーガーにその職を譲った。オックスの老いの一人のジュリアス・オックス・アドラーは40年以上ニューヨーク・タイムズで勤務し、オックスの死後の1935年に同社のゼネラルマネージャーになった。 別の老いのジョン・バートラム・オークスは、弟ジョージ・ワシントン・オックス・オークスの息子で、1961年から1976年まで、ニューヨーク・タイムズ紙の写説面を担当した。ありがとうございます。